えー、先日見た YouTube で成田祐介さんが好きな食べ物は鯉で、その理由は鮎のような上品さがなく泥臭く劣等性があるからだとおっしゃっていました。成田さん親の借金で苦労された過去あるようですが、現在のご本人は素晴らしい学歴を持ち活躍しております。私のような劣等感を持つ一般市民が鯉に感情移入するのはわかりますが、成田さんのような方が劣等性に惹かれるというのはどういった心理なんでしょうか心理学を学ばれたひろきさんの結を聞かせてください。僕の予想ですけど、成田さん鯉そんな食ってねえと思うんですよ。 あの、東京出身で鯉食べようとすると、実は結構大変なんですよね。あの、そう、田舎とは違って東京って魚屋に普通に鯉って売ってなかったりするんですよ。で、なんか、 そこら辺の川に泳いでる鯉を捕まえて家で裁くっていうのも結構難しいんですよ。あの、そんな簡単に鯉釣れるわけでもないので。なので、多分その設定としてその泥臭い味の鯉が好きですよというのを言ってるだけで、実態として鯉をそんなに食べてるわけじゃないってことですよね。で、もし東京でその鯉をよく食べてますっていう人がいたとしたら多分金持ちなんですよ、残念ながら。なので、なんかそこら辺はちょっと、設定を間違えたのかなっていう気がします。う、は、ま、い、見てる。 なんかあの M1 ってその待ち時間長くないですか <laughs> あの僕そのテレビで M1 実は見たことがなくてあのなんか M1 が終わると YouTube 的なところになんかあのスムーズに上がってんでネタのところだけ見るようにしてるんですけどなんか M1 ってネタ以外の時間妙に長くないですか僕はなんか審査員のコメントとかすげえどうでもいいんですよね。 で、なんか、あの、こんな、なんか、その、なんか、そう、演技が終わった後とかの、その、なんか芸人さんの話とかもそんなに興味ないので、なので、なんか、ネタのところだけ見ると M1 ってすごい速さで見終わるんで、あの、時間に厳しい方は、そういった形で見るといいんじゃないかなと思います。はい、えー、交差の時に家庭の状況が不安定だったのを、担任から受験のストレスと一周されたことをたまに思い出してはもやもやします。教員の質ってそんなもんでしょうかはい。 あの別に年取っただけであの大学卒業できて、で大学卒業できるとなんとなくその教員になっちゃったりするので、なのであの社会経験のないあのそんなに優秀でもない人っていうのが普通にあの大、その学校の先生という職業をやったりするので、学校の先生には期待しない方がいいんじゃないかなと思います。はい。 えー、こんばんは。彼女が他の男性とディナーやドライブに行ってることが分かりました。彼女、僕が気づいてることに気づいていません。相手の男は医者のハーフでイケメンです。正直振られるのも時間の問題だと思ってます。相手の男と関わるのをやめさせるのは不可能でしょうか別に関わってもいいんじゃないのいや、その彼女として付き合っていて、で、そのイケメンの医者とも付き合いたいっていうのであれば、そのカーニュさんはイケメン、イケメンのハーフの医者と同じ、その地位にいるわけじゃないですか。 だったら別になんか、あ、俺ってそれぐらい価値があるんだ、よかったっていうだけの話で別に気にしなきゃいいと思うんですけど、あの、人を独占したいと思う人っていうのはいるんですけど、多分独占しようとするとその彼女がいなくなってしまうと思うので、なので別に独占しなくてもいいんじゃないかなというふうに考えると、割と気楽に、あの、なんかそれなりにこうランクの高い人と付き合ったりするんじゃないでしょうか。 えー、資産1億円以上の人は資産の15%払わないと出国できなくなる出国税ができるとか、海外居住者も所税の、徴、えー、税の対象にしようとか、岸田になって鬼みたいな法律が出てきました。そんなこと可能なんでしょうかえっと、可能というか、あの、もうすでになってますけどね、似たような形で。あの、日本人で金融資産が1億円以上、その株とかで1億円以上持ってる人の場合って、その1億円を全部売っ払ったという体で、納税をしてからじゃないと出国できないんですよ。 えっとね、5年前ぐらいに始まった法律で、なので、例えばその、じゃあ、あの、株を持ってますと、組高が多くなってますみたいな、そのなんか3000万円ぐらいで買ったのが今になったり、条件になってましたっていう人の場合って、ひとまずもうそれ全部7000万円が利益になりました。で、それに対して20%だよね、今。20%課税なので、1400万円払ってくださいっていうのを払わないと、あの、まあ、いけないというルールにすでになってるんですよ。5年前ぐらいから。 で、僕、その1年前に出国したんで、あの、僕はその金融資産いくらあっても何の問題もなく出国できたんですけど、あの、それ以降の方々は一生懸命お金を払って出国してるので、なのでもしそれが嫌なのであれば、あの、株をとりあえず日本で売っ払って別の形に変えるっていうのは確か株だけなんですよね。その株で1億円以上とかなので、株以外の形で金融資産1億円という形にして出国すると、あの、申告義務がなくなるので、なのでそこら辺を先物の金とか、先物の金も金融になっちゃうのかな なんか不動産だったりとか仮想通貨だったり買えるといいんじゃないでしょうか。ただまああの、各国割となんかそういうそのなんか外国に行った人からも金取るぜって仕組みがあって、あの、アメリカってアメリカ人である場合、世界中どこにいてもアメリカに税金払わなきゃいけないルールっていうのがあったりするんですよね。あの、日本の場合ってその日本に住んでないんだったら日本に所得税払わなくていいよみたいな、まだほとんどの国行そうなんですけど、その自分が住んでないんだったら別に所得税払わないでいいですよと。二国間課税条約。 例えばそのフランスと日本の場合だと、フランスで所得税を払ってるんだったら、じゃあ日本で払わなくてもいいですよ、みたいな形で、その各国で条約を結んでるんですけど、アメリカだけその世界中どこにいてもアメリカに所得税を払えっていう、そういうルールでやってたりするので、なかなか変わった国ですよね。なので、なんかアメリカのなんかあの市民権を取りたいとあまり思わなくなった僕です。はい。えー、っと。 コメント欄にいるボット並みの思考能力の人たちのことをどう思いますかまず、今書いてる人のほとんどがボットなので、ボット並みの思考力の人たちという誤解をしているあなたの方が多分思考力低いかもしれないですよ。要は、今書いてるのはほぼボットなので、あ、ボットだよねって認識すればいいのに、要は、ボットを人間だと誤解しちゃってるわけじゃないですか。なので、もうちょっと思考能力を高めた方がいいかもしれません。 えー、病気かっこ神経症で不定期で顔出しコスプレ、トークのみのライブ配信をしていて、イベントがあったので1週間真面目に頑張って1日9時間から配信したら1 5万稼げたのですが、まともな仕事ができない今、家でも配信して稼いでいけるようになりたのですが、不定期でも配信していける精神作りや気の持ち方などアドバイスいただけませんか別に今できてるんだったらそれでいいんじゃない, <laughs> いやなんかその、まあ、頑張ろうと思っ っていうのが、その毎日頑張りだったら無理だと思うんですけど、その調子がいい時にできるっていうのであれば、調子がいい時だけやればいいと思うんですよね。で、調子がいい時だけやって、週に1回調子がいい時があれば、4、5万稼げるんだったら、それで家にいるだけで16万とか20万とか稼げるようになるので、何の問題もないんじゃないかなと思いますけど。えー、田舎、かっこ人口1万人くらいの市の商店が生き残るために新しく始めるべき商売を。 教えてください。えっ、ー、と、残念ながら無理なんで逃げ切る準備をした方がいいと思いますよ。あの、何らかしらのアイデアで人口1万人ぐらいの街の商売がうまくいくのがもしあるんだとすると、多分日本って、あの、経済そんなに悪くなってないと思うんですよね。 で、要するにその、あの人口がどんどん減ってって、お金がなくなって、じゃあその田舎の方の、まあ、町とかだと仕事がないよっていう形で、その都会、東京だったり大阪だったり、まあ仙台だったりに行くっていうのがあって、東京、大阪、名古屋の大都市以外の人口って大体毎年減ってるんですよね。なので多分その人口1万人ぐらいの町っていうのも人口は減ってきますと。で、労働人口はどんどん減ってって、ただ高齢者の人は残り続けるので、高齢者比率が上がって人口が下がるっていうのは、 その、東京、大阪、名古屋とか、まあ、札幌とか、その、あの、地方、中核都市以外は、ほぼ人口減って、経済力も減ってくるんですよ。で、あの、商店としては、売上高はずっと減り続けます。なので、あの、新しく商売をやるとではなく、畳む準備をしてください。<laughs> もう、あの、まあ、たまたまなんかすげえ優秀で、なんかその、引っ越しする人が多い地域とかね、例えばその、市長が優秀で、新しい人が来るとか、なんかどっかの工場を誘致して、めちゃめちゃ人が来るっていうパターンはゼロではないですけど、 基本的にはその田舎の街っていうのはずっと人口減ってって商売きつくなるっていうのはもう確定してるので、そこでなんか金を払ってうまくいくようになるっていうのがもしできるんだったら日本はこんなことになってません。<laughs> なので、あの自分の実力っていうのをちゃんと把握して、その人間の人口を増やすことは、その一商店の店主がやることは不可能ですと。なのでもう売上高だけ上げるのは無理であるっていうのを考えて、じゃあなるべくコストをかけない形で運営するとか、もうその店が潰れたとしても暮らせるようにしようとか、 っていう、あの、なんか、その、撤退戦を始めた方がいいと思うんですよね。